皆さん、こんばんは、マ,マーティンー、ダーマャク、キングクです。キングダクの大家と一本。今日は、26歳の抱負。今日は、誕生日スペシャルをお送りします。キリコさんにいただいたその、お菓子。桜色の味のお菓子いただきたいと思います。あー。桜ちょうどいいね。うん。ちょうど、ん、い甘さ。うん。うん。では、目標を言います。まずは、介護福祉士国家試験合合格しちゃうので、まあ、 まあ、正式にカードというか、その証明が来ます。はい。まあ、海国事して、まあ、今年は正社員、正職員に向けた勝負の年と言っていいでしょう。はい。そして、あとはボーイングで優勝と200以上。そして、タイトル獲得したいです。そして、今年こそは結婚したいです。26歳。まだ花の独身。花はあるけど、運がないんですよ。でも今日は運があるんですね。ミラクルナイン。及川さん勝っていただいて嬉しいちゃんですし、今日は大谷さんもホームラン打ってくれて運があるし、 確かに皆さんに祝福言われてくれて、本当に運もあるんです。うん。運がいい私でございます。うん、美味しい。桜の味すごい。今日休みなのも運です。はい。まあ、介護職員初任者研修でお会いした女性の方と、手足のない国産のアミさん、そしてユニサイクルケツラー、キリコさん、本当に、サンキューベリーマックスです。はい。えー、というわけで、 26歳、これからも、まあ20代後半、もおっさんになりますが、おっさんですよね、はい。そう、どうぞよろしくお願いします。まあ、アラサーですよね、要子に。はい。以上です。バイバイ。